はい、こんにちは、相沢です。本日はセリアで入手しました細密ウッドクラフトっていうねシリーズがあります。これを紹介したいと思います。はい、それでは紹介していきましょう。はい、セリアね、私はセリアでこれを入手しましたけれども、他の百均さんで売ってるかどうかはちょっと、定かではありません。ですが、まあ、ともかく110円です。110円でね、これ全部並べました。今、入手可能なものをね、全部、作ってみたわけですけれどもね、面白い。もう何が面白いかってね、はい、これね、ちょっと向いてみましょうか。これは水車小屋ですから、あ、これができるんですね。これができます。水車小屋、水車も動きますよ、ここがね。はい。で、ちょっとこうして見るとですね、まあ、1枚の板ですよね。で、この板がですね、こう、パッと取れちゃう。こう、取れる。ね。で、取ったこの断面とかを見るとものすごいね、精度が素晴らしいんですよ。で、何を言いたいかっていうとね、以前にもちょっとセリア、これ同じセリアだったかな、テンセグリティっていうさ、おもちゃを紹介したことがあるんですよ。で、このテンセグリティに関してはね、このカットの仕方がこれレーザーカットなんですよ。で、テンセグリティはね、おそらくはああいう形の刃物でバーンとこう打ち抜いているっていうのかな。で、何が違うかっていうとね、精度がややこう甘い、刃物の方はね。で、これはね、やっぱね、これが100円でできるっていうね、110円でできるっていうのは何かっていうと、やっぱりね、このレーザーカット技術が進化してるっていう、そういうふうに思いますね。ですから、これでね、110円で十分に、子供だとそうだな、30分から1時間は十分に楽しめるんですよ。この組み立てる作業っていうのはね、とても楽しい。これはね、ちょうど私が子供の頃、まあ、プラスチックモデルをね、作った感覚と、同じ感じなんですよ。ですから、静岡県、市かな？静岡は今ね、模型の世界首都っていうのを歌ってるんですよ。静岡市の駅、静岡駅の真ん前にそのモニュメントもありますけれども、あれと同じ感じで楽しめるっていうのはね、この、なんと価値ある110円。最初に私はね、これを私の親友のね、もう中学からのね、親友で、まもるちゃんってやつにね、これをねもらったんですよね。で、これでね、組み立てたらもうハマりましてね、それでもうセリアへすっ飛んでって、可能な限り全種類を、入手したわけですけれどもね、本当にね、よくできてて、まあ、このお城がやっぱ一番精度と、完成した時の絵がいいなって思うんだけどね。例えば風車なんかはこう回ります。風で回るんだから。で、回るでしょ？水車ももちろん回ります。ね。こんな感じで、まあ、これはいまいちだなっていうのもなくはないんですよ。なくはないんだけれども、まあ、正直言ってね、木工用ボンドなんかで、接着しないとちょっと甘いっていうのもあります。これなんかはね、接着剤抜きでやりましたけれどもね。ということで、この8種類か。だから全部で1000円してませんね。880円で、価値ある110円だと思うわけです。ということでね、1個ずつをちょっと、今日は二亀さんに
ご覧いただきましょうかね。はい、では行きましょうか。私が一番気に入った、はい、これね、お城でございます。日本の城ね、何城ではないんだけどね、白鷺城とかね、いろいろあるけど、それはプラスチックモデルのタミヤさんあたりにねお任せして、はい、それからこれはクラシックカーになるのかな、ね、なかなかいい形状でしょね、クラシックカー、はい、前から見るとこんな感じね。それから船もありますよ、乗り物では。船ね、船がなかなかいい感じで、これねよく見ると奥もね、この奥ね、はい、見えますかね、豪華客船というんでしょうかね、はい。でこれは西洋の城ってやつですね。まあ西洋の城っていうとね、もうちょいなんかシンデレラ城とかああいうのをやってほしいなとは思うんだけども、どこの国だろうな、これヨーロッパかな、やっぱりという感じで、で、水車小屋はね、もう私はこのお城に次いでもう素晴らしいと思いました。よく見てくださいね、この水車小屋の特に中です。これでね、これほぼオートマタでしょう、ね、水が流れてきてこの臼が、ここを粉引きというかね、この状態が見えますかね、すごいでしょこれ。もうちょっとね感動しましたね、これ。このここが上下してる2つのね、でこれで、まあついたり、ね、するわけですよね、穀物を。でこれはさっき言ったように、回りますね、はい。それから五重の塔ですね、これはね、接着剤抜きで固定しませんでしたね、グラグラしてました。まあ5つの屋根の、はい、五重の塔。それからこれが、かやぶき屋根の家だったかな、確かね、田舎のお家で、ここは井戸かな、川屋じゃないよね、井戸だねこれね、はい、こんな感じで、はい、ということで本日は価値ある110円の、はい、シリーズをご覧いただきましたね。はい、これでいいかな、はい。まあこういうところもね、またいいんだよね、このね、こうバリを取るこんなものまでついてるんですよね。素晴らしい商品だと私は思います。ということで、セリアで入手しましたけどもね、細密ウッドクラフトをご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。